とそこのお兄さん。俺のことか。そう、何でもやってくれる便利屋さんなんですってね。私宝石商をやってるんだけど、人魚の涙って宝石を探してるのよ。お兄さん、その宝石について何か知らない？悪い、俺は宝石についてよく知らないんだ。そう、困ったわね。この町に届いたことまでは分かったのに。ただの商品として探してるわけでもなさそうだな。ええ、家宝の一つだった宝石なのよ。50年前に亡くなった叔父が管理してたらしいんだけど、それ以来行方知れずでね。私の方でいろいろ調査したら、この町に宝石を送ったことまでは突き止めたのよ。なるほどね。そしたら俺も手伝おう。家宝なんて大事なものは早く見つけたいだろうし。そうね、地元の人が協力してくれた方が早そうだわ。お仕事として依頼させてもらうわね。わかった、引き受けるよ。どう？何か情報は入ったかしら？どう？人魚の涙？知らないね。宝石なら、あの灯台森のばあさんが詳しかったな。あの老婆か。ああ。老婆の家に何かあるかもしれん。行ってみるか。うちの夫とき。大きな船と一緒に。ばあさん宛ての手紙が2通ある。決心は50年前。そういえば例の宝石がなくなったのも50年前と言っていたな。何か関連があるかもしれんな。ここは失礼して中身を確認してみたらどうだ。そうだな。まずは1通目だ。今度人魚の涙を君に贈ろう。君にきっと似合う宝石だ。気に入ってもらえると思う。次は2通目。すまない、人魚の涙は送れなくなってしまった。本当にすまない。人魚の涙はばあさん宛てに送られるはずだった。だが2通目の手紙を見ると届いてはいない。しかし現実として宝石は元の持ち主の場所にはない。ここから推測できることは、2通目の手紙はこの町から出されたことになっている。ということは手紙の偽装がここを境に始まっているということだ。郵便配達員か。ならば宝石の行方も郵便局と見て間違いないであろう。何やらきな臭い話になってきたな。
んにちは。何か用事かい？ちょっと依頼があって、50年前に東大森のばあさん宛に届いているはずの品を探しているんです。あのばあさん宛の荷物、先代から何か聞いていませんか？いや、私が言われたのはばあさん宛の手紙を書き続けてほしいってことだけだ。一応荷物は全てこの奥の倉庫にしまってあるはずだから、まだ残っていると思うよ。そうですか。失礼ですが、その荷物を見させてください。探してる荷物は見つかったかい？50年前の荷物か。まだ残ってるのかな。これか。消印は50年前、届け先はばあさんになっている。同封されている手紙に開けられた跡があるぞ。約束通り君に人魚の涙を送ろう。それと一つ悲しい話がある。どうやら僕の体はもう長く持たないみたいだ。船に乗って君に会いに行くこともできそうにない。本当は僕の手で直接この宝石を渡したかった。それだけが心残りだよ。自分の死が近いのを知って、ばあさんに最後の贈り物として家宝の宝石を送ったってわけか。荷物のところにもう一つ手紙があるぞ。これは死亡通知書。なるほど。この荷物が届けられた時、すでにその男は亡くなっていたというわけか。それを先代の郵便局員がばあさんのためを思って隠し始めたというわけだな。さて、この宝石依頼主に渡すべきか。とりあえず配達員に相談してみよう。見つかったかい？見つけるには見つけたんですが、ちょっと事情が複雑で。実は。そうか、ばあさんの恋人からだったのか。どうすればいいでしょうか。どうするもこうするも好きにしてもらって構わないよ。それはそもそも
私のものでもないし。さてどうするか。この宝石は依頼主に渡そうかと思います。そうかい。君がそうしたいんだったら婆さんも文句は言わないだろう。きっと婆さんも天国で宝石をもらってるでしょうから。さてと、いずれにせよ依頼主のところに報告に行かないと。あら、宝石は見つかった？ああ、人魚の涙は見つかった。今ここにある。本当？さすが有名な何でも屋ね。仕事が早いわ。おじいちゃんの大切な形見なの。これが報酬よ。ありがとう。人魚の涙はあの老婆に当てた宝石だったのか。大切な思い出だったんだな。今さら届いてももう遅い。いや、そんなことない。宝石はもうばあさんのところに届いているさ、きっと。そうだといいな。どうもいろいろありがとう。しばらく滞在してから国に帰ろうと思うわ。そう、私、お兄さん。わ、そう、ただの、ええ、五十、私、な、そうね。わか。人？あの老婆か。ああ。老婆の家に何かあるかもしれん。行ってみるか。まず、この次、す、に、し、に、ゆ。ちょっとあの線いや一応そやどほんじこなそれをさ。いつか見つけるにはそうか。どうするもこうする。さてどうするか。ばあさんの思い出の品だ。一緒に埋めてやろう。そうか。では私が責任を持ってばあさんの墓に埋めておこう。お願いします。さてと、いずれにせよ依頼主のところに報告に行かないと。
あら、宝石は見つかった？いや、いろいろ当たってみたが見つからなかった。役に立てずすまない。そうなの、残念。おじいちゃんの形見だったんだけどな。おじいちゃん？そう、この町で生まれたらしいのよ。そのおじいちゃんのふるさとならと思ったんだけど。人魚の涙はあの老婆に当てた宝石だったのか。大切な思い出だったんだな。今さら届いてももう遅い。いや、そんなことない。宝石はもうばあさんのところに届いているさ、きっと。そうだといいな。どうもいろいろありがとう。しばらく滞在してから国に帰ろうと思うわ。そう、私お兄さん悪そう、ただの、ね、50私なそうね。わ、人気あの老婆か。ああ、老婆の家に何かあるかもしれん。行ってみるか。なまこんついつにしにゆう。大きな船と一緒に。こんにちは。ちょっとあのせいや、ちょっと自分これなそれさ。見つかった。見つそうか。どうするどうするもこうさて、どうする。この宝石は売ってしまおう。売るのか。さらっとすごいことをするな。その方が後腐れもないだろう。さてと、いずれにせよ依頼主のところに報告に行かないと。見つかった？いや、いろいろ当たってみたが見つからなかった。役に立てずすまない。そうなの、残念。おじいちゃんの形見だったんだけどな。おじいちゃん？そう、この人魚の涙はあの老婆に当てた宝石だったのか。大切な思い出だったんだな。今さら届いてももう遅い。いや、そんなことない。宝石はもうばあさんのところに届いているさ、きっと。そうだといいな。